人は食べたものと読んだ本でできている。全然書房の阿部です。今日はですね、利根武さん、僕は死なないの作著者、利根武さんに来ていただいてトークイベントをこれから行います。実はですね、5月に利根さんのお話を企画をさせていただいたものが、2回コロナで延期になりましてですね、今回やっとその第2回目のトークイベントができることになりました。ようやくですね、落ち着いてきてほっとしております。今日は利根さんのまた素晴らしいお話が聞けると思います。どうかですね、実はオンライン配信で、Facebook でご用意をして流したんですが、どうもですね、通信環境の部分であるとかパソコン環境の部分があってですね、十分に綺麗にお届けすることが難しくて、それでこっちの画像でお届けをさせていただきます。ただこちらもですね、ちょっといろいろ不手際がありまして、最初の部分ですとかちょっとカットさせていただいて、ちゃんと見れてないようなところもあるんですが、肝心のメインのお話はしっかり入っておりますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。それでは利根さんのトーク、僕は死なない、してここに来られたのかなっていうふうに感じてるんですけど、そういうふうな感覚でよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。というと僕と同じ病気の仲間ですね。はい、おそらく、まあね、2回目の方もそうだと思うんですけど、安倍さんもそうですけど、はい、この病気にかかるというか、この病気を宣告を受けるとですね、皆さんそうじゃないですか、人生変わったでしょ、ガラッと、ね、今までの自分の人生っていうものがこうガラッと変わってですね、今までは自分が永遠に生きるというようなそんな感覚、うん、はい、自分の未来がこのまま普通にこのまんま進んでいって、まあ、なんとなくだけど年取っておじいちゃんになっておばあちゃんになって、そしてまあなんかこう80ぐらいになって、まあなんとなく老衰で、あるいはまあその時何かあるか分かんないけど、まあとにかくおじいちゃんおばあちゃんになるまでこんな感じでいくんだろうなっていうふうになんとなくこう想定していたものが、いきなり目の前でバスッと切られてですね、あなたもう死にますよみたいな、はい、というような感覚に陥る。まあ、僕の場合はそうだったんですけどね、まあ、皆さんがどういう状況で、どういうふうな、まあ、宣告というか、フィードバックをドクターあるいは病院から受けたのか分かりませんけれども、まあ、僕の場合は ある日突然、まあ、ちょうどね5年ぐらい前ですね、2016年の9月1日なんですけれども、体調の変化は全然感じてなかったんですよ、僕自身はね。で、半年前に健康診断を受けて、2016年の3月に健康診断を受けて、でその時にですね、不整脈が見つかったんですね、脈飛びです、はい、それが心房細動っていうやつで、ちょっとほっとくと心筋梗塞につながるかもしれないよみたいな、そんな話で、じゃあちょっと難しくはないんだけど手術しましょうかみたいな、そんな話から始まったんですね。で、夏にですね、心臓の CT を取りましょうと、その手術のためにね、心臓の CT を取りましょうということで、心臓の CT を取ったらなんか肺に影映ってますよって話になって、多分これはがんでしょうと、でもそんなに大きくなさそうですよみたいなことでね、いやそれだったら切って終わりだなみたいに思ったわけです、その時は。で、大学病院に行ってもう一回こう肺の CT だけ取ってみたらですね、まあ、そこからいろいろ転移したり、転移っていうのは転院ですね、そこから違う病院に、違う大学病院に転院したりしていろいろなことがあったんですけど、最終的に5年前の9月1日にあなたは肺がんのステージ4ですと、骨にも転移してますと、リンパにも転移してますと、もう手術はできません、放射線はできません、抗がん剤しかできません、あなたには特殊な遺伝子もありません、だからできるとしたら治験か殺傷系の抗がん剤しかありません、そして肺がんというのはとても難しいもので、抗がん剤があまり効きません、効く可能性は4割です、6割効きません、でもその効いた抗がん剤もしばらくすると耐性を持ってきて必ず効かなくなります、そうすると次にやる抗がん剤というのは
またそれが合うかどうか分かんないんだけど4割のやつをまたやりますと。で、それが効くかどうかやってみなければ分かりません。でやってみたらまた多分もし効いたとしてもそれがまた耐性を持ってそのうち効かなくなります。ですから最初の抗がん剤が例えば4ヶ月、次の抗がん剤が3ヶ月、次の抗がん剤が2ヶ月というふうにあなたは命を継ぎ足していくしかありませんというふうに宣告を受けました、うん、その時ね全部足しても1年にならないんじゃないかと思ったんですよ、うん、いやいやいや参ったなと、はい、それが僕のがんとの出会いでしたね。で僕の場合はですねこうまあこの辺からがちょっとなんていうのかなこう心理学というかそういうところの話になってくるんですけど僕の場合はですね戦うというプログラムが非常に強い人間だったんですね。まあ誰でもその何か危機が起こった時にはですね、2つのパターンがあってそれは戦うか逃げるかというパターンなんですよ。どっちかなんです大体人は、はい、戦うか逃げるかです、はい、ですから僕は戦う方が強かったんですね。まあそれまでの僕というのはまあ昼間はね、研修の講師をしていました。だからまあ安倍さんがね話すのが上手だっていうのはそれ僕仕事なんですね。心理学の研修の講師やってたんですよ。まあ今もやってますけどね。ですからまあ大きいところで言うとまあ経済産業省とか防衛省とかですね、国土交通省とかってまあ今その省庁関係県庁とかそういうのも含めてそういうところからお仕事いただいて、まあコミュニケーションとかメンタルヘルスとかまあリーダーシップとかそういうふうなまあ研修をやっている。まあ今もやってますけど、それがまあ昼間の仕事。まあ企業で言えば NTT とか大手で言えば NTT とかソニーとかそういうところで喋らせていただいたりしたんですけどね、はい、それが昼間の仕事で、夜はねボクシングジムのトレーナーをやってたんですよ。メンタルトレーナーじゃなくて本当に普通のトレーナーでボクシングを教えてたんです。僕はプロボクサーじゃなかったけどまあボクシングやってる時間が長かったので富さんトレーナーやってよと言われてプロボクサーを教えてました。でボクシングってもう戦いの世界なのでね、で最終的には僕ががんになった時は3人ボクサーを面倒見ててそのうちの2人が日本ランキングに入る選手でね、日本ランカーまあ、ランキングって1位から当時12位までだったかな、今15位か20位まであるんですけど、試合をやって負けたら取られちゃうんですよ。入れ替わるんです。本当に簡単に言うと、例えば5位の選手とノーランカーって言ってランキングじゃない選手が試合やります。でノーランカーは絶対みんなランキングに入りたいんですよ。中入ると日本タイトルに挑戦ができるようになるから、だからみんな死に物狂いでやってくるんですね、ランキング取り。でランキングを持ってる選手は死守しないといけないんですよ。絶対負けられないといういわゆるそういう世界で、ランカーが2人いるとですね、まあ選手3人見てたんですけど一年中誰かが試合が決まってるんですよ。一年中戦いなんです。絶対負けられないんです、うん、戦いでしょ、うんね、だからもう戦いばっかりだったんですよ僕の人生それまでの、うん、僕のプログラムは戦いのプログラムなんですね。何かあったらすぐに戦う、うん、で絶対勝てないなとまた逃げる、うんはい、それは僕よりも明らかに強いとかね、明らかに強大な敵がいたら負けるの分かってたら、うん、そしたら負けるのが嫌だから逃げるっていうのがあるじゃないですか、無意識にそれはやってました。でも基本的には目の前に何か来たらもう戦うっていうのが僕のプログラムなので、がんが目の前に来た時当然もう逃げられないですからね。だってあなた死にますって言われたら戦うしかないじゃないですか、うん、はい、逃げるっていう人も中にはいると思うんです。それはね、僕が入院してた時、まあ、最終的には僕こういろいろあって入院してね、まあ来週あなた呼吸が止まるかもしれませんってとこまで追い込まれて、もう入院したわけですけど、その入院した時にね同じ同室におじいちゃんいてね、はい、でそのおじいちゃんがね、こうまあ看護師さんとかドクターがですね、まあその病院の病棟の中で、いやあなたにとって大切な診療の結果、診察の結果と、まあ、検査の結果とこれからの治療方針について、まあ、大部屋だから聞こえるわけですよ何喋ってるか、ね、ちょっとねご家族と一緒に聞いてくださいっていうふうにお願いしてるんだけど、おじいちゃんはね、いやいや僕聞きたくない、そんな怖い話聞きたくないんです、聞きたくない、もう家族にだけ話してくださいって絶対に行かないんですよ診察室に。
っていう人もいて、ああおじいちゃん怖いのよくわかるな、でも自分のことなんだから向き合わなきゃいけないよなと思いつつ、はい、でもこれが逃げるパターン、全部人任せにしてしまう、いい悪いじゃないですよ、はい、そのおじいちゃんがいけないとか弱いとか僕はそういうところで判断したり断罪したりつもりは一切ないけれども、パターンとしてはそういうパターンが逃げるパターンですから、ドクターに例えばがんのねがんですって言われた時、もう先生私の命を思うからお助けください、先生の言うこと何でも聞きますからって言って無判断になってしまって、全部言うことを聞いてしまうっていうのが、これが多分自分の中の思考停止の逃げるパターンです、はい、いい悪いではないです。それを自分が納得して選択してるんだったら別にそれはそれで構わないと思いますけど、思考停止にならないことが僕は大事かなと思うんですね。逆に僕みたいにですね、何でも戦ってやるって言ってですね、もう正面からこうなんか全部俺がコントロールして全部俺が消してやるっていうのも、これはこれで結構大変だし問題があると思います。でも僕自身はその問題がある方向性を持っていたので、もう絶対に自分で消してやると思ったんです。これね、ポイントは自分でなんです。誰にも頼らないことです。だから僕は大学病院のドクターを信用してませんでした、はい、こんなやつの言うこと聞くもんかと思いました。だってあなた死にますっていう人の言うこと聞いたって死ぬに決まってるじゃないですか、ね、治りますかって聞いたら治りませんっていうドクターの話聞いたら絶対治らないと思うでしょ。治らないっていう人の話聞いてたら死ぬとだって分かるじゃないですか。いや絶対こいつの言うこと聞くもんかと思いました。こんなやつのって頭の中でこんなやつ呼ばわりです。はい、じゃあどうしたらいいかっていうと、違う医者を探そうじゃなくって、自分で何とかしてやるってやつです、はい、自分で解決して自分で方法を見つけて自分で何とかしてやるっていうふうに僕はこう握りしめたんですね、でもそれが正しいとか正しくないとかではなく、僕はそういうパターンを持っていたということです、はい、そうやって、僕は大学病院の先生が勧める抗がん剤を断りました。あなたは治験やりますかって最初言われたんですけど、それ治験はいいかなと思ったんですよ、ね、その大学病院が製薬会社と組んでやってる免疫療法かなんかの治験をね、こういうのがありますって言われたんですけど、なんか話聞いてるうちに人体実験されてるような気分になってね、はい、まあその先生、治験の先生なんかはこうなんて言ったかな、こうその僕の担当医の先生が言ってないようなこと、例えばここも転移してるかもしれないですよ、ほら見てくださいこの脳の、ね、MRI ここもなんかほら白く光ってるでしょ、ほらこれもこれもなんてね、なんかそれはもうすごい書き立てることを言って治験に引きずり込もうとするわけですよ。そのドクターは多分論文が書きたいんですよ。だから一人でも多くの治験のデータを増やしたいっていうのが聞いてて分かっちゃって、でそれで横に聞いてたかみさんがその診察中出た後に泣き始めちゃって、そのショックでね、それを見た時によくほら子供がね、僕の好きな子泣かしてやがってってあるじゃないですか、あのパターンになってね、俺の大切なかみさん泣かしやがったなこの野郎みたいな、もう完全に子供になってですね、こんな治験なんか絶対いけねえぞみたいな感じで治験も断りました。で大学、最初の大学院は治験も断って、抗がん剤断ったらもうやることないですよね、なのでいやもう自分で探します治療で、標準治療いわゆる抗がん剤放射線手術っていうのはもうやることがないので、もう標準治療じゃなくて僕は代替医療でやりますって話をしました。代替医療っていうのは、まあ、いわゆるこう食事とか漢方とかサプリとか生活習慣とか、まあそういういろんなのありますよね、はい、でそういうふうなことをやっているクリニックにもものすごくいっぱいいたんですよ。とにかく僕サバイバーなので生き残りは今まで自信があったわけですよ。そうやって今まで僕はずっとサバイバーして生きてきたんです。何かあったら目の前のことにサバイブする、生き残る、生き残るためには情報を集めろ、冷静に判断しろ、徹底的に情報を集めて自分にとって一番いいものは何か、探せ探せ探せ、見つけろ見つけろ、選択しろ選択しろ。で僕はそうやって50年近く生きてきたんですよ。まあ小学校の時はそんなことしてませんからまあ大体35年ぐらいそうやって生きてきたわけですよ、はい、それが僕のプログラムだったんですね。でそれが一番僕にとって役に立ってきたプログラムなんですよ。だから当然ながら一番ピンチになった時には一番役に立つプログラムを使うわけです。そうやって僕もがんをサバイブしようとしたわけです。なので本をいっぱい読みました。30冊以上読みました、その当時で言ったのね。
今から5年前ですけど、5年経って今からね、今こう本屋さんに並んでるそういうがん関係の本を読むと、僕がその頃に読んだ本よりもいい本がいっぱい出てます。それはね、5年前と全然違います。5年前はクリニックの先生たちが書いた本がいっぱいあったんですけど、今は、まあ、僕の本も含めて生還者が書いた本が出てるんですよ、いっぱい。それがね、当時と違うことです。5年前は生還者が書いた本って寺山真一郎先生の本と、それから工藤ふさみさんかな、あの、ありがとう10万回言ったらがんが消えましたって本があるんですよ。あの、読んだことない方はぜひ読んでください。はい、寺山先生の本も素晴らしいです。あの、もう80歳を超えてますけれども、僕の心の師匠なんですけどね、まあ、がんサバイバーの元祖みたいな人です。はい、がんが消えたっていう本です。Amazon で調べるとすぐ出てきます。はい、あともう一人が寺山先生が紹介していただいたのがね、がんよありがとうだったかなっていう本が、なんか3冊ぐらいしかなかったんですよ、生還者の本っていうのが。 あとはあのシンガーソングライターの杉浦さん、命はそんなにやわじゃないという本、はい、まあ、杉浦さんとは今でも Facebook でつながって、交流がありますけど、うん、今でこそね、うん、はい、でもその当時はもうガンサバイバーのもう こういう感じ、うわすごいこの人っていう感じいいですね。もうその4冊ぐらいしかなくてですね、参考にする人がいないんですよ他に。今いっぱいいます、今いっぱい出てます。こんな風に私生き残りましたっていうノウハウが書いてあったり、まあ僕みたいなその生還体験が書いてあったり、そういう意味では今はね、多分がんになってもこんな風にやれば、あるいはこういう風に生き残った人たちがいるんだという情報が多分素直に受け取れる、あ大丈夫みたいな、大丈夫ですよね。すごいんですよこの人も、本当は実はすごい人なんですよ。ね、はい、でもね、当時は全然そういう情報がなかったもんですから、自分ががんでステージ4って言われたらもう死ぬとしか思えないわけですよ。で、本が出てる人が数冊しかいないんで、この人たちレアな人で、自分はダメかもと思うわけです。はい、だけど死にたくないから、もう徹底的にサバイバーする。クリニックに行く。だから本もいっぱい読む。で、本を読んで、この人みたいな人がいたら、そこにクリニックに行って先生に話を聞くっていうのを散々ぐわーっとやり込んでですね、もう最終的にここっていうところに決めて、それでもうこれしかないっていうふうに自分で思い込んで、ぐわーっともう本当に命がけでやりました。だって命かかってますからね、はい、負けたら死ぬんですよ、はい、もう負けが許されない戦いってやつ、もう戦いの世界ですから、負けることが許されない、勝つしかないという戦いですよね。それが大体9ヶ月ぐらい続いてかな、はい、で今から振り返るとね、あのやっぱりね、戦いって大変なんですよ。今まさに戦ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけどね、あの体の面っていうところ、まあ、精神面っていうところで言うとですね、まあ、体もそうなんですけど、あの戦いモードになると自律神経がですね、交感神経優位になるんですよ。わかります？自律神経って、ね、あの呼吸とか心臓とか、あるいは消化とか、そういうものをこう、まあ、自律的に無意識にこう調整してくれている神経のことです。これがですね、戦いモードになると交感神経っていう緊張側に行くんですよ。で、緊張側に行くとどうなるかっていうとですね、これはあの緊張っていうと、まさに戦うか逃げるかの状態です。僕らがご先祖様で、ね、縄文時代とか石器時代の頃に作られたパターンなので、目の前に肉食の獣が現れた時に、ライオンとかトラとかオオカミに囲まれた時にね、戦うか逃げるかじゃないですか、うん、その時にさあどうするっていうのが交感神経です。さあどうするって言った時にですね、どうなるかっていうと、まず心臓がドキドキしますね。これはなぜドキドキするかっていうと、筋肉に血液をいっぱい上げて、血液を上げて筋肉が動くようにしなきゃいけないからです。だって戦うか逃げるかで、カッと今から動くわけですから、ね、だから心臓がドキドキするんですね。で、手足が冷たくなるんですよ。なんで冷たくなるかっていうと、戦うか逃げるかの時って怪我をするわけですよ。怪我をするのって大体末端が切れるんです。だから末端の血管がキューッと収縮して、血液がボディに集まるんですよ。だから出血たらようにならないように手足が冷たくなるんです。皆さん緊張したら手足冷たくなって汗かくでしょ、はい、ね、で視野が広がる、瞳孔が広がるんですよ。バーッと視野が広くなる、はい、それからですね、消化が悪くなります。なぜ消化が悪くなるかっていうと、ね、
悠長にさあ食べ物消化するぞなんてやってられないんですよ。だって生きるか死ぬかだから。だから消化が悪くなって血液が全部筋肉に行くわけですね、はい、そういうふうに体が反応するわけですよ。なので逆に言うとあなた死にますよっていうふうに言われて緊張状態になって戦う戦う癌を消すんだ戦うんだっていうふうにずっとやってるとずっと交感神経モードが24時間続いてるってことなんですよ。で夜眠れなくなるんです。覚醒状態になるわけですよ。だって寝てられないじゃないですか目の前に狼がいたら、ね、だからずっと覚醒状態になってそして手足が冷たくなって体温が下がって消化が悪くなって免疫が下がっていくんです。その状態がずっと続くんですよ。続いたんです僕は9ヶ月間。だからどんなに体にいいことがあってもそれで相殺されちゃってたんですよ。やってることは体の免疫を上げるようないいことなんですよ。野菜重曹飲みましょうって皆さん飲んでる方いらっしゃるかもしれませんけど僕もやってました。毎日毎日生野菜をジューサーでガーッてやって1リットル以上飲んで、ね、毎日ですよあれね結構大変なんですよね、体を温めて朝と晩に僕は当番浴に行ってました、朝晩当番浴に行って体を温めてお散歩をして漢方を飲んで、ね、サプリ飲んでで、なんかこう日向ぼっこしてなんかもうやるべきことのドゥインがいっぱいあってですねとにかくサバイバルですから。で一個でも自分がやることが増えるとちょっと安心するんですよ。これもやってるあれもやってるこれもやってるだから大丈夫これも増えたあれも増えたってどんどん増やしていくと一日があっという間に終わっちゃうんです。で、ああ今日も一日やったこれもあったあれもあったこれもやったああよしこれで大丈夫だって言って寝るんだけどよく眠れないという状態が9ヶ月間ずっと続いて、だから体にいいことすごくやってるんだけど交感神経の方にガーッといってるので多分、結構相殺されてる、でだんだん体の具合が悪くなってきてね、はい、でも心の中ではポジティブシンキングです、はい、いやこれは治ってるに違いない、ね、治ってる証拠だあるいはこれは肯定反応って分かりますか、うまく体がねうまくこう治ってる時って逆の反応が出ることってあるって言いますよね。だから何かこうちょっとどっかが痛くなったりするいやいやこれは肯定反応に違いないゴーゴーゴーあ血管が出たいやこれはきっと、はい、あの体の中のがんが壊れてそれが血になって外に出たんだとかって全部ポジティブに捉えるわけですよ、はい、でもどんどん血管が増えてるんですねおかしいおかしいいや違うこれは、ね、肯定反応に違いないでも自分に言い聞かせるわけですよ、はい、でも胸はチクチク痛むし、だんだん痛くなってくるしなんかこの辺にしこりができるし、そしてなんか歩いてたら立ってたらもうなんかこう立ってるだけでなんか股関節痛くなるし、いやいやこれはただの神経痛だとかねこういうところに座ったらねお尻が痛くなってきたんですね。だから当時だったらこの椅子がもう痛くて座れなかったです、はい、いやいやこれは単なる気のせいだとか言うわけですよ。最終的には僕ね電車にも座れなくなりました。電車の椅子にお尻が痛くてで立ってるのもきつくなりました。で階段も登れなくなりました、階段もね僕が行ってた漢方のクリニックは銀座にあるんですけど銀座のその一番近いところの階段って結構地下2階ぐらいから地上まで歩いていかなきゃいけないですね。で階段なんですよ。でそれまでの普通の頃の僕なんかもボクシングなんてやってたぐらいですから全然気にしないでスタスタスタって上がってたのに、途中の踊り場で一休憩しないと上に上がれなくなって最後は地上に出た後にもう息が切れてて 1,2 分そこでハッ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 って息を整えないと歩けなくなってぐらいになって、でもポジティブシンキング、ただねポジティブシンキングっていうのはですね結局ねプラスとマイナスの両極端を行ったり来たりしてるだけなんです、はい、つまりこっち側がポジティブだとするとこっち側がネガティブなんです。ポジティブに意識を集中して大丈夫大丈夫治ってる治ってる治ってるっていうふうにそこにエネルギーを集中すると集中してるときはポジティブなんです、だけど僕らって常にエネルギーというか意識をそこに集中し続けるのって難しいんですよね。なのでふとしたときにこっちにバーンと触れるというかこっちに触れてる時間の方が長いんですよ。ネガティブの方が長かったりするんです。でふと気づくとあよいしょ違う治ってるに違いない、だってあれもやってるしこれもやってるしこれもやってるじゃないか、これもこれもこれもやってるこれもやってるって、これ大体10分ぐらい喋るセリフがあったんですけどね、僕ね
10分ぐらいこれもやってる、あれもやってる、だから大丈夫大丈夫大丈夫ってポジティブに言い聞かせて、はぁっとして、でしばらくするとまたなんかこっち、あ3ヶ月後生きてるかな、あーって気づいてまたこっちに戻るという、うん、この振れ幅がものすごく、普段のそういうふうに追い詰められてないような、死を意識してないようなところだったら多分振れ幅がこのぐらいなんだけど、あなた死にますって言われたら振れ幅がこのぐらいになるわけですよ。こっちを行ったり来たりしてるんで、ものすごく疲れてるんです。ガッガッガッみたいな感じですね。で、まあそういう中で9ヶ月間過ごしてですね、で最終的にどうなったかっていうことです。はい。で、最終的にですね、まあいろんなことがあって、さ、なんていうのかな、もうこれはっていうふうに思ったことがあってね、ポジティブシンキングですからネガティブなことを受け入れたくないわけですよ、基本的には。あ、これは違うって思い込みたいんです。どんなにどっかが痛くても、どんなに調子が悪くても、いや俺は治ってるっていうふうに言い聞かせてたんですけど、無視できないことが起こったんですね。それは何かっていうと2つあるんですけど、1つ目は目が見えなくなってきたことです。右目が半分ぐらい見えなくなったんですよ。シャッターが降りてきたみたいになって、右目が見えなくなってきた。でネットで調べたら緑内障の症状だって書いてあるんですね、視野欠損だから。いやこれは緑内障に違いないって、またそこで思い込むわけですよ。でも下の方見ると脳腫瘍でも同じことが起きますって書いてあるんですね。いや違う、これは緑内障だ、いやきっと明日になれば治ってると思うけど、どん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 視野が狭くなるんですよ、毎日毎日少しずつ。いやこれ問題だな、でもきっと緑内障だよねとかって思ってたんで、それが1個。それと同じ頃にですね、もう一つ起きたことはね、自分の名前が書けなくなったんですよ、漢字が。宅配便屋さんがいろいろサプリ持ってくるじゃないですか、その時にサインしますよね、はい、トネのトって刀っていう字で、根っこの根の木片の右側が書けなくなったんですよ、突然。サインしてください、はい、あれどうやって書くんだっけ、何十年も書いてきた自分の名前が書けなくなった。でちょっと表札見て、ああそうだそうだって、表札見ながら書くから字が超下手くそ、はい、これやばいなと思いました。自分で初めてその時にポジティブシンキングを超えて真面目にやばいなと思ったんです。でそのうちひらがな分かんなくなったんですよ。くがどっちに曲がってるか、木がどっちに膨らむか、たという字がどっちに点々がついてるか、こう鏡までってありますね、どっちもありだと思うように感じちゃうんですよ。どっちが正しいか分かんなくなる。これはちょっと本当にマジでまずいかもと思いました、はい、もうポジティブシンキングの限界を超えたんです。そこでね、そこで実はね、心臓の先生、不整脈の先生は3ヶ月か4ヶ月に不整脈の経過観察しててくれたんですよ、お願いしてね。それは心臓の先生、肺じゃないんです。でも最初にそこを肺を見つけてくれた先生なんです。でその先生非常にいい方でね、まあ、今でも心臓のを見ていただいてますけど、僕があなた死にますって言って言われた翌日に、まあ、心臓の先生もちょっとどういう経過か教えてねっていうことで、その翌日にまあ診察を入れてて、その先生が翌日にね、いや戸根さん大丈夫です、病院は病気を治すとこですって言ってくれた先生なんですよ。でも涙が出ましたけどね、うん、はい。でその先生にですね、そのお目が見えなくなってから、いや実はちょっとね申し訳ないんだけど、心臓じゃないんだけど肺の CT 撮ってもらえますかってお願いしたんです、うん、そしたらその先生はね、あいおやすごいだよって撮ってくれた。で、その結果のフィードバックで、まあその病院も大学病院なので、まあ CT の、あ、CT とか画像診断医という、画像を専門に診断する先生っていうのがいるんですね。その先生のレポートを渡してくれて、で、いや肺広がってるみたいよ、ちょっと肝臓にもなんか出てるみたい、そうですか、ね、いやでも前の病院になって脳も出てるって言われちゃいましたからね、いや戸根さん脳も怪しいって書いてあるよ、うん、で先生が遠慮がちに言ってくれてね、これはね本当にもうそろそろ専門のとこで見てもらった方がいいんじゃないっていうふうにフィードバックしてくれたんですね。はあそうなのか。で僕はクリニックね、代替医療のクリニックの先生が東大病院の先生とつながってたんですね。個人的に代替医療の学会かなんかで個人的にお友達になった先生が東大にいたらしくてですね、そのクリニックの先生が東大紹介してあげるよって言っててくれたので、僕の個人的なネットワークでっていうことで紹介してもらったんです。で東大に行ったところですね、そのまあ
最初は外科の先生だったんですけど、外科からまあ内科の先生に変わって、その内科の先生がですね、僕の CT を見ながらですね、僕が一回代替医療に走った難しい患者ということを知っててですよ、ね、大学病院としてはめんどくさい患者です、うん、だって一回も全部抗がん剤も断って、一回も抗がん剤やらないで代替医療に走る人って珍しいらしいんです、うん、抗がん剤をやってちょっときついからとかね、自分が合わないからって言って止めたりストップしたりお休みしたりする人いっぱいいますけど、僕は最初からやらなかったんで、なんかこう要は小難しい患者、はい、なんかやったらいや私やりませんとかね、違いますとか、なんか理屈を言われたらめんどくさい患者というふうな感覚だと思うんですけど、その先生も非常にいい人で、一応僕はそういう小難しい患者だということを知りつつもフィードバックしてくれたんですね、うん、いやこのまま行ったら、来週にでも呼吸が止まるかもしれません、うん、それは肺ではなく脳ですと、脳に3センチぐらいの腫瘍があって、もう4分の1ぐらい脳が腫れてます、うん、はい、医者が100人いたら100人全員がもうすぐに入院を進めるレベルです、ね、トネさんどうしますか、ね、いうふうに聞かれました、うん、で一回血液検査をするためにその場を出て、30分ぐらいしたらまたお呼びしますので来てくださいねということも言ってくれてですね、で、僕はそのまま外出て診察室出て、まあ、神さんと二人 で血液検査をした後に診察室の天井を見ながら、あれもやったこれもやった、あれもこれもこの9ヶ月間本当に死に物狂いでやってやってやり尽くした、本当に死に物狂いでやったわけですよ、うん、だって死んじゃうから、うんね、やらなかったら死んじゃうんだから、死にたくないから必死、でも必死って必ず死ぬって書くんですよね、うん、これが後で気づきましたけど、必ず死んじゃうんですよ必死になると。僕必死でやってたんです、はい、であれもやったこれもやったって振り返って、結局ね全部ダメだったんですよ、結果は跳ね返されました、はい、まあ、ボクシングでいうと完璧なノックアウト負けです、通用しなかったんです。でその時にね僕が感じたのはね、これがね絶望じゃなかったんですよ、解放だったんです、解放です、すごい気持ちよかったんですよ。それまでの僕の感覚でいうと圧力ガムの中に閉じ込められて、下から火でぐわーっと炙られてる感じ、やらなきゃやらなきゃ、死にたくない死にたくない、勝つんだ勝つんだ、生き残るんだ、サバイブサバイブ、ガンを消せガンを消せ、もうそのセリフがずーっと頭の中に走り続けていて、それ以外の思考がほとんどない状態です、ずーっと下から炙られてるんです。それでだからずーっとそのことばっかりずーっと9ヶ月間考えて考えて囚われて、その中にギャーッと入っててすごい苦しい。ところが蓋がポコーンと取れてですね、全部ダメだった、ポーンって取れた青空の下にスパーって抜けた感じ、うん、それまでの僕のその握りしめていたもの、うん、それがね、まあいわゆる心理学の言葉で言うとエゴです、うん、はい、プログラム、戦うというプログラム、僕の中の戦って勝つしかないっていう戦いのプログラムがその瞬間にボーンと壊れたんですよ。だって戦って負けたんだから、うん、今までは戦って勝てないと思ったら逃げてたから壊れないんですよプログラムは。でも今回は逃げられなかったので、正面から戦いにぶつかって戦ってダメで、そのプログラムがもうボカーンと破壊されたんですね、通用しなくて。その時にねエゴが壊れた、それまでの僕が自分だと思ってた自分が壊れた、そうするとスポーンと青空の下に抜けたようにですね、ものすごい解放感です、はあ、で思考ゼロ、何も考えられない。だって考えたこと全部ダメだったんだから、もう考えることないんですよ、考えられることないんです。で何もできないんです、だってできること全部やってダメだったんだから、もう何もできることないんですよ。だから考えること何もない、できること何もない。そうなったら残されたことは何かっていうと、お任せするしかないんです、うん、はい、もう自分という存在をもっと大きな存在にも任せるしかないっていう状態です、うん、もう自分ではどうにもできないんです、はい、うん、その状態になった時に初めて、ああ
お任せしよう、もう抵抗するのやめよう、もう戦うのやめよう、はい、というところに行きました、そうするとものすごい楽です。楽、全部手放す、明け渡し、これがサレンダー、サレンダーって降参、降参って何が何に降参するかっていうとですね、エゴという僕らの今まで自分だと思っていたプログラムがそれよりももっと大きな存在に降参することです、はい、降参です。エゴが全体に降参する、まあ、それを神様って呼ぶ人がいるかもしれないし、いや大いなる存在っていう人がいるかもしれないし、あるいは魂っていうことを言うかも、それは分かんないです。人によってのニュアンスはいろいろ、僕の場合は全体って言った方が僕の感覚に近いかな、はい、僕を超えたもっと大きなもの、自分ではどうすることもできない大きなもの、全体の流れ、そういうものにもう自分を明け渡す、お任せする、だってもうどうしようもないんだから、コントロールできないんだから、自分ではもう自分なんてこんなちっちゃいんだから、はい、というふうな感覚でもお任せしました、はい、そしたらすっごい楽になってですね、で、まあ当然その後ね、診察室に戻ってドクターにですね、どうしますかって聞いたら、ね、もうお任せします、それは最初の諦め、さっきお話しした逃げるの諦め、全然お任せしますじゃなくって、もう全体に委ねるお任せです、いやもうお任せいたしますね、はい、もう言うなり肉なり煮るなり焼くなり、もう全部僕の存在は全てお任せいたします、先生という人は目の前にいるけど、僕がお任せしたのは先生も含めた全体に僕をお任せするという感覚ですね、お任せしました、はい、で入院することが決まり、で、まあ、入院するまでね、ベッドが空くまで、何日かかるか分かんないので、まあ、すぐ入院ができる準備だけしてくださいねみたいな感じでこう帰ったわけです、はい、でその日の晩にね、まあ、僕の長男にねちょっとその帰ってから話をしたら彼がね言うわけですよ、まあ、僕の話を聞いて、そうか父さんもうこうなったら楽しむしかないよっていうわけですよ、はい、その時気づきました彼の話、そうか楽しむことができる、多分普通に考えたら僕の命あと数ヶ月、はい、なんかとんでもない逆転が起こらない限り僕の命あと数ヶ月、でも今まですっごい苦しかった、ああじゃあ残りの時間を楽しむことはできるな、いつ終わるか分かんないけど、いつ死ぬか分かんないけど、でも残された時間を楽しむという選択はできるなと思ったんです。そしたらなんかすっごい急にワクワクしてきてですね、楽しむぞーみたいな感じです、で入院するのがすごい楽しみになってきてですね、まるでリゾートホテルにね旅行に行くような気分になってきてですね、楽しみだな入院楽しみワクワクみたいな感じになりました、はい、それでその後にですね、まあ、僕はエゴが強い人間だったので僕のがんのことをほとんどね告知っていうかオープンにしてなかったんですよ、あのこいつになって見られるの嫌だったし、ね、治ってからすごいでしょって言いたかったんですよ、これはエゴですよね、しかもそれが、あの標準治療じゃなくて大体量で治しました、俺すごいですよって言いたかったのエゴですね、そういうエゴがあってほとんどね告知してなかったんですけど、いやこれはもうエゴなんでプライドとか言ってる場合じゃないなと、多分もうちょっと死んじゃうしみたいなね、はい、もう気楽な感じでフェイスブックで公表したんです、いや実はこういう状態で脳転移して、入院します、いや死にますとか書かないですよ、状況だけあのオープンしたら、まあ、いろんな人たちからいっぱいメッセージがあってね、でその中の一人でですね、あのもう二十何年会ってない人からもうすぐに会いたい明日会いたいみたいな感じでメッセージが来たんです、はい、もう二十何年会ってない人で、たまたま僕その日の翌日にその人のうちの近所に行く予定があった、あの高額医療制度のね、あの認定書があるじゃないですか、保険協会に、それをね入院に差し当たって取りに行く予定で、なんとその保険協会がその人の住んでる駅の横の駅だったんです、偶然、これは偶然なのか必然なのか分かんないけど、でその人はその日の午後空いてるってわけですよ、じゃあこれも会えってことだなみたいな感じですね、で会ったわけです、その保険証のね高額医療制度の認定証をもらって、その後に喫茶店で会ったら、その方が、まあ、開口一番なんて言ったかっていうとね、トネ君これどういうことが起こってるか分かるってわけですよ、いや分かんない、いや 俺もうちょっとでガンで死ぬってことかなみたいな話をしたら、違う違うそういうことじゃなくて、これはねあなたが自分で作り出して自分でやってることなんだよっていうわけですよ、自分で、そうこれはあなたが自分で決めて自分で起こしてること、
ちょっとこの辺になるとスピケの話になりますけどね、はい、そういうふうに言われた時にね、突然僕が腑に落ちたんですよ、うん、そっか、だからこれが僕に起こってるんだ、うん、なんであの人じゃなくてこの人じゃなくて、だって電車でねクリニックに行く時、僕よりも顔色悪そうな人いっぱいいるわけですよ、うん、僕なんかボクシングなんかやってたからね、体は結構ね、あの筋肉はついてるし体力もあるしね、一見見ると痩せ型の健康な人に見えるわけですよ、うん、でもパッと見るとですね、いやなんか不健康そうだなとか顔色悪いなとかっていう人いっぱいいるじゃないですか、うん、電車の中でも彼らはがんじゃなければ多分この先何年も生きてる、でも僕は多分あと数ヶ月後にはこのままこの世界にいない可能性がある、うん、この違いは一体何だと思ってたわけです、うん、なんで彼じゃなくて僕なんだ、不公平じゃないか、おかしいじゃないか、だって僕今までね、あの体も鍛え、ね、健康にも注意し、ね、一生懸命やってきたのに、なんで俺なんだろう、そういう疑問があったんですけど、藤子さん、あ、藤子さんって人ね、その人、藤子さんにその話を聞いた時に腑に落ちました。あ、そっか、これは僕の魂の計画だったんだな、全部自分で設定して全部自分で引き起こしていること、僕自身の魂がこれを経験したがっている、この経験、このがんという経験を通して何かを学びたがっている、だからこれが自分に起こってるんだっていうふうに突然腑に落ちたんですよ。はあ、そっか、そういうことだったの、はい、というふうに腑に落ちた時に、その後感じたことは何かっていうと、あ、俺治るわと思いました、はい、だって自分で計画して自分で計画立ててればその次の展開が絶対あるはずで、はい、そっか、俺治るわと思ったんです。別に何の状況も変わってないですよ、はい、あ、これ超えるわと思いました、はい、ストーンと、まあ、それまでもね、サレンダーしてますから別に頭の中で不安はないんですよ、死ぬかもしれないとか2ヶ月死んだら嫌だとか、もうそういう思考はゼロですから、でもあーってサレンダーして、ただ気持ちよくなったし、次の段階として、あ、俺治るわが来たんです、でその翌日にね、なんか両親と会う予定が入っててね、もともと、まあ母親とだけ会う予定があったんですけど、実は僕はね、父親に対していろんな思いがあってね、僕の父は厳しい人で、まあ本を読んでいただくとお分かりになると思うんですけど、結構そこがのポイントのとこなんですけどね、はい、僕は厳しい父親から厳しく育てられて、つまり承認されないです、彼父親としては愛のつもりだっていうのは今ではよく分かります、あの教育、要はこの世界にちゃんと適応できる社会人として、男として教育しなきゃいけないっていう彼の思いがあって、それで僕に厳しく接したわけですよ。ここは違う、あそこは違う、まだまだ頑張れ、これが足りないって常に頭をこずかれて僕は育ったんですね。でもそれは彼の愛だということは今ではすごくよく分かってる。でも子供の頃の僕はそれが理解できなかったんですよ。だからいつも僕は愛されていない、足りないって言われている、ダメだって言われている、ね、不足だって言われている、うん、っていうふうに僕は無意識のうちに捉えてしまって、それがすっごく苦しかった。愛されてない僕は。今なら分かるんですよ、彼は愛してたということがすごくよく分かる。それが彼の愛の表現だったと分かるんですけど、はい、で、陰陽五行、東洋の陰陽五行の考え方でいうとですね、それぞれの臓器っていうのはそれぞれ溜まるエネルギーが違うんです。僕肺がんでしょ、肺って悲しみなんですよ、最初それをね、漢方の先生に言われた時にですね、悲しみなんて俺感じねえぜって思ったんです。怒りなら感じる、誰、父親に、俺を認めてくれなかった父親にいつも怒ってる、くそ、あんな父親みたいになるもんかって心の中で思っていた、怒り、分かりますみたいに思ったんですけど、でも悲しみなんですよ、入っておかしいな、おかしいなと思ってたら、まあ東大に行く1週間前に、僕の知り合いのカウンセラーがね、僕カウンセリングしてくれてね、同じこと言われて、でその時の会にふと気づいたのがね、怒りって強い感情だから結構分かりやすいけども、本当に感じてたのは悲しみだったって、何かって言うとですね、僕は父親に愛されたかったんだけど愛されてないという悲しみがあったんだということに気づいたんですよ。怒りの下がミルフィーユみたいになってて悲しみがあったんです。そっか、俺悲しかったんだっていうことに気づいた、その後の1週間後の話なんですね。だから父親に来てもらわなきゃいけなかったんですよ。だって僕もそのまま多分退院できないで、そのまま簡易ケア病棟に行って死んじゃうから、おそらく普通に考えたら、
だったらもうここで全部言うしかないと思ったんです。で父にも来てもらいました。で父に全部告白しました。実は悲しかったんだよ、ね、で父はそれを全部受け取ってくれたんですからね。で話をしているうちにさらにその悲しみの下があったことに気づいたんですよ。それは何かっていうとですね、本当はなんでそんなに悲しかったかっていうと父のことが大好きだったからなんですよ。だって嫌いな人に嫌われたって悲しくないじゃないですか、ね、それは俺も嫌いだもんで詰んじゃう話だけど、本当はやっぱり僕は父のことが大好きだったんです。大好きだったからこそ認められなくて悲しかったということに気づいたんですね。でそれに気づいた時になんていうのかな、こうまあ全部心の中に溜まっていた悲しみというエネルギーが全部外にブワーッと出たんです。まあ当然泣きながらですよこんな笑いながら喋れないですよ。もう1時間半ぐらい、家の近所の米田コーヒーで、でその時僕ね長男も連れてったんです。多分僕はもう父親らしいことできるの機会ないだろうから父親として僕がもうボロボロになる姿を見せて、それがまあ教育かなと思って、でまあ全部話をして、僕の中に溜まっていた悲しみというエネルギーが外に全部出ました。そうしたらねまたさらに体がすっごいすっきりしたんですよ。これはねもう体験してみないと分かんないです。体がすごい軽くなったんですよ。これがね、あ、これが体の中に溜まっていたネガティブなエネルギーが出ていくことなんだっていうことを体験しました。がんを作り出した悲しみというエネルギーの元が出てったんですよ、全部。僕らはエネルギーの存在なんです。エネルギーが物質化しているのが僕らなんですよ。これ体があると思いますよね。物質化してます。ね、筋肉があって、タンパク質があって、ね、そういうものでできてます。カルシウムがあって、骨ができてる。でもそれをもっともっと細かいところで見ていくと、皆さん量子力学って聞いたことあるでしょ。量子力学の側面で言ったら僕らはエネルギーの塊なんですよ。本当はスカスカなんです。はい、スカスカなものを埋めてるのは何かってエネルギーなんですよ。はい、そのエネルギーの中でもまあいろんなエネルギーが多分あると思うんですけど、僕の中に溜まっていた悲しみというエネルギーが父親が前にいて全部聞いてくれたことによって全部それが外にグワーッと出てたんです、溜まってたものが。そうしたら体がすごい軽くなって、それを実感した時にまたさらに思ったんです。あ、俺治るわ、これはもうきっとね何もしないで治るわと、ほっといたら治るわと思いました。そういうねなんかこう確信、まあその後入院するまで2日ぐらいまであったんですけど、いろいろあったんですけど、そこはまあもしよろしかったら本読んでくださいね。それも全部向こうから入ってくるんですよ。僕がねやるんじゃなくて向こうから、トミさん会いましょう、会いましょう、次こんな予定が入ってます、いや本来東京にいない人が今ここにいましたみたいな、そんな予定がスコスコスコーって入ってきて、あららっていう、僕は神様の時間割だって呼んだんですけどね、はい、それで入院しました。で入院した時はもう僕治るって確信があったんです。状況は何も変わってないけど、なので、まあ、入院した時にですね、最初にね、こう看護師さんがねアンケートを取るんですね。今の状況についてどう思いますか、どう感じますか、一番不安だったら、今の状況って自分の病状ですよについて、一番不安だったらそれは7、不安じゃなければ1、それから病院入院について不安だったら7、不安じゃなければ1みたいなね、はい、そうやって、まあ、時間まで大丈夫かな、もうちょっと話しますね、はい、アンケート取るんですけれども、僕は両方にですね1をつけたんです。だって全く何の不安もなかったから。入院した時にはもうすでに先ほどお話したように治る確信があったんでね、これは根拠のない確信です。で両方とも位置つけたら看護師さんがびっくりしてですね、これは位置つけて、両方位置つけた人初めて見ますと初めて見るんですけど、もしよかったらトネさん今の気持ち教えてくださいって言うわけですよ、はい、でまあ正直に、いや信じないと思いますけど僕ね治るって知ってるんですって答えました。そしたら看護師さんは目まん丸くてこの人頭おかしいんじゃないかなと思ったんですね、多分ね。僕が入院したのはナースステーションの横の部屋なんですよ。わかります？一番危険な人が入るところです。はい。たまたまなのか
選ばれたのか分かりません。まあ、聞いたら看護師さんはたまたまですって言ってましたけど、多分たまたまじゃないと思います、はい、そこに入院してたんですね。そこの大部屋にいたんです。で、入院をして、で脳はもう本当にすぐに放射線やらないと危ないってことだったので放射線治療を行いました、はい、でその時に並行してですね、一番最初の大学病院ではあなたは特殊な遺伝子はありませんって言われたんですね。だけど、まあ、途中でね、いろんな先生に会ったり、まあ、ヒーラーのおじいちゃんいるんですけどね、本人も出てきますけど、まあ、ここで言っていいかな、まあ、ちょっとした情報だけ言いますと、がん専門のヒーラーのおじいちゃんがいてですね、南林間、神奈川県の、もう彼はきっと僕のこと忘れてると思うんですけど、おじいちゃんがそのおじいちゃんにいろいろ、まあ、全国から集まってくるんでね、いろんな情報を知ってるんですよ、しかも最新情報。でそのおじいちゃんに話を聞くと、最初の大学病院が僕に勧めてくれた薬が結構古いやつだったとかね、なんだそんな適当なことやってたのっていうことがいっぱいあったんです。だから最初の大学病院のことを信用できなくなって、東大に入った時にもう一回僕の遺伝子調べてくれとお願いしてたんですよ。で東大もいいですよって言ってくれてね、すぐに調べてくれた。そうしたら放射線治療が終わった頃にですね、夜中に若いドクターが一人やってきてですね、もう消灯時間が終わった時に、トネさんって来て、どうしたんですかって、トネさんの遺伝子にすごいレアなんだけど特殊なやつが見つかりましたって言われるんですよ。はい、アルクっていうんですけど、ね、ALK って書くんですけどね、肺がん患者で 4% の人しか持ってないと言われる、そういう遺伝子が見つかりましたって言われます。でもそれ前の病院でも調べてたはずなんですよ。だけど前の病院ではフィードバックがなかったんです。だからもう僕はもうそのことの可能性がゼロだと思って、まあとりあえず調べてくるだけだったんです。そんなのあったんですかみたいな感じです。でそれに適合する薬がありますと、ということで、まあその薬を使うことになり、そして、まあその薬を使って、まあその適合率っていうのもあってね、僕のがん細胞を50個生体検査で取って、その50個の中にそのアルクという遺伝子、特殊な遺伝子が、エラク融合遺伝子って言うんですけどね、それが何個入ってるか一個一個全部数えたと。そしたら50個全部にあって適合率 100% だった、それも珍しい。でアルクっていう遺伝子は女性が多い、男性のアルクと患者ってまあ3分の1から4分の1ぐらいしかいないという意味では男性のアルクって珍しいらしいですね。で適合率 100% も珍しい、トネさん珍しいですよ、はあ、で聞いた時に僕が思ったのは、そんなの当たり前じゃないかと思いましたけどね。だって治るって分かってるから、それが分かってるっていうのはどういうことかっていうと、どういう道筋で治るかはもうお任せなんですよ、うん、そこはもうお任せなんです。だけど治るという結果だけ分かっているということです、はい、そこがポイントです。別に抗が普通の殺傷系の抗がん剤使ったっていいんですよ、ね、何やったっていいんです。分子標的薬使った、それ僕のは分子標的薬っていう薬ですけどね、それで治ったって構わないし、殺傷系使って治ったっていいね。あるいは免疫チェックポイント阻害薬というね、オプシーボ、まあ今キートルダとかいろいろ新しいの出てますけど、本庄先生がノーベル賞を取ったやつ、あれ使ったって構わないし、あるいはそういうの全部使わないで、ただ単に代替医療で治ったっていい、やり方は何だっていいんですけど、治るという確信だけあったんです。で、僕の場合は、来たのは分子標的薬。っていうのが神様から、ああ、あなたこれ使いなさいってきたわけです。目の前に、どうぞってきた。あ、じゃあ使わせていただきます。ということで使わせていただきました。そうしたら薬を飲み始め、それカプセル状の薬なんですけどね、薬を飲み始めて20日間、たった20日間で僕の全身のがんがほとんど消えました、はい、僕のがんはどういう状態だったかっていうと、上から言うと脳でしょ、脳に3センチぐらいな、まあ、このぐらいの大きな腫瘍があって、まあそれで脳が腫れていろいろ起こってたんですけどね。それから両目でしょ、網膜に転移してて、まあ今までもね、その残りがあるので、残りっていうか網膜が歪んじゃってるので、ちょっと目が歪んで視界が見えます。一番ひどかった時はね、視覚がね台形に見えて空が緑色に見えました、はい、もう SF の世界です、はい、それからね、今はそんなことないですよ。それから首のリンパでしょ、それから両肺でしょ、まあ原発は肺なので、まあ、右の左の肺が原発ですから、このぐらいのがんがゴロゴロゴロっていっぱいあって、もう息ができない、深くできない状態。
でこっちの肺はもう100個とか200個ぐらい小さいのがあって、ね、多発性で転移ですね。で肝臓、腎臓は左右行ってて、脾臓も行ってて、あともう全身の骨が真っ黒状態、うん、が僕の状態だったんですね、うん、それが20日間でほとんど綺麗にスポーンと、原発だけちょっと8分の1ぐらいになって残ってて、あと全部消えました、うん、はい、でドクターもそれを見て、いやすごい薬が効いてますねと、はい、でもなんか驚いてましたけどね、うん、なんか肺を見るとですね、なんか真っ黒になってボコッと開いてるとこがいっぱいあってね、これは消失したと思います、消失ってどういうことみたいな異次元に飛んでっちゃったのみたいな感じですけどね、まあ、そんな感じで本当に20日間で綺麗にスポーンと消えてですね、うん、自分もびっくり、ドクターもびっくりという状態になりました。でも最終的なそこの到達点というのは、その前の段階でね、前の段階っていうのは、そうサレンダーした後もいろいろ起こった時に、その時に多分こうなるだろうなって確信があったものが後からやってきただけなんですよ、僕的な感覚で言うと。ですから最初に来るのは確信なんです。これはまあね、スピケの話で言うと引き寄せとかいう話になるかもしれないんだけど、はい、でも引き寄せって難しいとか言いますよね、はい、よしお金持ちになるぞ引き寄せるぞって言ってもお金持ちにならないのなぜみたいなのあるじゃないですか、ガンも治るぞガンを消すぞってもガンが消えないのなぜみたいな、はい、それは僕の体験で言うとですね、ポジティブとネガティブの右と左言ってるからなんですよ、治るぞの反対側には治らないガムがあるわけですね。これ右と左言ってるうちはですね、絶対治らない方を引き寄せるんですよ、こっちの方が強いから。金持ちになるぞなるぞっていうのは、今金がないからっていうと、だから金持ちになりたいんでしょ、そっちが引き寄せられるんですよ。だからこの二元性から抜けなきゃいけないんです。金持ちになるぞ、治るぞ、ガムを消すぞってそっちに意識してるということは、そうじゃない自分が今いるからなんですよ。こっちの方がエネルギー強いんです。エゴのエネルギーってネガの方が強いので、8割から9割ネガなんです。でそれも無意識で気がついかないんです。だからこっちが来るんです。で本当にその状態を確信して、そこから抜けて二元性から一元性に行くこと、つまり思考ゼロの状態で確信していることなんです。アホになって確信していることです。アホ最強なんですよ。思考ゼロでアホになって、ただ単におお俺もう治るわはははです。確信はありませんけど知ってますという状態。そうすると後になってその状況が何かしないけどやってくる、何かしないけどやってきた時に、ああやっぱりね、だって知ってたもんです。はい、それが僕に起こったことです。それが本に書いたことです。はい、だからポイントとしては、エゴで右と左に動いているのが僕らの人生なんですよ。それはもうしょうがないんです。エゴってサバイバルのプログラムだから、はい、でも僕は幸いにしてか不幸にしてか分かんないけど、クーッとものすごい戦いのプログラムが強くて、それに固執して強く握りしめた、その強さが強ければ強いほど崩壊した時のギャップがすごい大きかったんですよ。それが僕みたいにね、しつこい人間じゃなくて、しつこくて頑固な人間じゃなくて素直な人だったら、多分サレンダーの幅も少ない、あーっていう気づきが少ないけど、僕すごいしつこい人間だったので、もう神さんから昔から、あなたしつこいわねってよく言われててですね、しつこいとか言われてて、そういうそのぐらいしつこい人間だったので、ね、だからしつこく握ってたからこそ、ガーンと壊れた時のギャップがブワーンと広くて、その分だけすごく解放がされて、手放し、明け渡し、幸福が強かった。だからその分だけ上にズボーンと飛んだ。だからその後の展開がスムーズに進んだのかなって、僕はそんなふうに思ってます、はい。ということで、15分ほど時間が超過してしまったのでございますが、はい、今ね、僕の話を聞いていただいて、多分なんかいろいろ聞きたいこととかね、これはどうなのとか、あるいはまあもしね、こう私のケースについてはどうなんでしょうみたいなことがもしあれば、シェアできる範囲で話をしていただいて構わないので、僕でお答えできることがあれば、精一杯いい話をさせていただきますので、ぜひね、
せっかくこうやってリアルでお会いできるっていう機会ってめったにないので、うんはい、あのよろしければ、うん、あのご質問していただければと思います、うんはい、ということで、はい、また阿部さんにバトンタッチしたいと思います、はいはい、いやありがとうございました。